どうも、電撃ナインのゴードです。どうも、ゲーム実況者のアイダルです。はい、ナインの佐竹ゆき、ウッキーです。はい、前回に引き続きセブンスイバースアサルトバトルについて、はい、ね、この3人でお届けしていきます。今回は応用編でしたっけ。応用編というか稼ぎかな。あ、稼ぎ編ですね。ポイントを稼いでなんぼなんで、はい、まあ、いかに効率よくポイントを稼ぐかというところを、はい、自分と大学の方で腹筋伝授していきますんで、はい、これ見て皆さんもぜひ見てみてください。ということで、まあ最初まず何します？ギルメンからかな。あー、じゃあ行きましょう。まあ初歩的なところから全部。そうっすね。じゃあまず行きましょうか。まあ前提としてやっぱ妖精をある程度持っていっていきたいということですので、そこも重要。まずアサルト対策ダンジョンに絶対にいて、妖精10体は集めるのを始め、絶対やると。絶対って言わなくてもいいかな。いや、もう絶対って言っていいと思う。これやった方がいい。これやると損なんで、でまずそっちで普通の妖精の方を10体集める。はい。その後大妖精に関しては、まあ、ちょっとこの後説明しますんで、はいはい、でまあその普通の妖精10体集めたら早速行きましょう、で、はい、飛ばすいくって感じですね。はい。パーティーは同じゲートに所属するメンバー、はい。その前に先にちょっと言いたかったのが、マップにいるんですよ、ここに。そう、 うわーすごい。前回の動画でね、ちょっとお見せできなかったんです。そうですよね。超怖い。これこれ実際に歩いて行ってもちゃんと、いるんですね。いるって感じです。さて、じゃあ見ていきましょうか。まず、BP 使いますね、ポーション。あ、いいよいいよ。はい、ポーション使って BP マックス、これで倍率が5倍、そうだね、入ります。で、ギルメン編成で倍率アップでちっちゃく文字書いてるんですけど、ここでじゃあパーティーギルメン入れていきましょうか。お、全部ギルメン。まだまだ違うよ。いやー、いけるかなー。で、今回全部ギルメンでいきましょう。じゃあ、お、すごい。そうすると、まあこの後倍率がね、どれぐらい入るかっていうのは。はい、じゃあパーティーできました。はい、全部ギルメンにすると何倍になるのか。おそらく 2.5 倍だったような気がする。だけど、まあ行ってみないとちょっと。そうですね、僕もちょっとあんまそこはうろ覚えなので。うろ覚えなんで。でもギルメンが、まあ、いけるかな。行ってみましょう。はい、お願いします。もうね、大学君結構倒してるんで。いや、そうですね、プロですから。強い、強くなっちゃってる。あ、そうなんだ。そう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 、ボスも進化していくんですね。そう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 。今、レベル31ですね。うわー、高い。なんで、考えどころとしては、まあ、多少やばい。多少、弱くてもギルメンでいくか、もう、ガチ勢入れて、本気で倒すとかっていうのをどっちかですね。そうなんですね。どっちが得とかは、まあおそらくだけど、どうだろうな、ダメージ出せるか、ね、難しいですよね、そこは。結局時間いっぱいまで戦えるんだったらギルメンでいいけど、もうすぐやられちゃうんだったら入れ替えた方が、そして強い人入れた方がいいかもしれないですね。そういう感じを言うと。じゃあ今石化入りました。この鬼シリーズは意外と状態以上に弱いんですよ、うん、そうだね。なんか俺もなんかスタン効くじゃんっていうのも確認できたんで、で石化も効くんだったら、石化は超強い効きますよ。大体の得意な石化ループがはまるというか。そうなんですよね。石化すると一定時間が結構こういう動かなかったりするので、そうですよね、結構すぐ動きましたけど、なので石化を繰り返し当てて、何もさせないで倒すっていうのが一番理想です。そうなんですね。で、その状態状況はチェリーをたくさんつなぐほど効きやすくなるんで、あ、大学みたいなので忍者をメインで使ってるとチェリー稼ぎやすいじゃん。なんで、まあ、ガスガスチェーンを稼ぎながら、お、石化遂げたと思ったら石化を打ってっていう感じで、うまく敵に何もさせない。今すごい必死そうだね。いやいやいや、やばい、やばい。大丈夫、回復間に合う。いや、間に合ってないですね、今。あ、でもスタンしてる今。おー、いいね。今いい感じ、今いい感じ。今のうちに。さあ、切りました。うわーっとスタン溶けて、体力がきついな。待って待って、やばい。沈黙、沈黙は何やの。バフとかも打てなくなるのか。そうですね、なんで通常パンチしかできなくなります。おー、いいね、いいね。すごい、すごい、今いい感じで効いてる。レイダーボスっていうか、今回のアサルトボスはあれか、状態以上で攻めるっていう選択肢もありですね。弱点の水だけじゃなくて、まあ、持ってなかったら状態以上で何もさせない。これありですよ、本当に。そう、そんなにいろいろ効くんだったら、なんかね、はい、倒せそうな気しますね。でも結構強いんですよね、それでも。うわー、痛え、それが痛い。炎上付きだからね。
今のうちに回復しなきゃって感じですよね。いやでもチェーン切れちゃったから次の席からのハードルが上がったよ。そう、また待たなきゃいけない。時間切りになっちゃうかな今回は。まあまあなってもね、そしたらあの有名が倒してるんで、はい、おー、あーやられたか。エースがやられた。エースがやられた、参ったね。さあもう時間的にも苦しいので、もうあとは殴っていきましょう、強めで、うん、結構ね、なんかやっぱどんどん強くなっていくんだけど、はい、あ、タイムアップ、タイムアップがあるんだ。タイムアップあるんですよ。3分間殴り続けても倒せない時があるんで、まあやっぱね、限界がきますよね、はい、そっかそっか。初戦撃破で終わらせるか、うん、本当そのさっきも五郎さん説明した通り、うん、あの初戦撃破で行くためにギルメン以外の人を使うとか、ギルメンで行って、ね、倍率を上げるかっていう、ここ今あるギルメン参加 2.5 倍です。やっぱ3人入れると 2.5 倍まではあります。はい、そうなんだ。メリットもあればデメリットもあるって感じなんですね。そうですね、まあ、でも倒すことに専念すればいい感じですよね。そう、はい、ね、できれば初戦撃破を狙っていった方がいいのかな、うん、そうかもしれないですね、うん、どうします、ちょっと倒していいですか。じゃあぜひ五郎さんのいいところはこれなんですよね。何？コールドライズ2っていうスキルがあって、はい、敵単体に 400% の水属性ダメージ、プラス味方全体の水属性攻撃力が30秒間 20% アップ。でかいですよ、これが強い。何、神、これバカじゃねえかなってくらいです。たまたまあの水のいい武器が手に入ったんで、あ、これ水弱点のボスいたらね、つけ、あの育てた方がいいかなと思って、うん、杖を頑張ってあの外伝2回して、うん、あの作ったんですよ。そうだったんですね。そしたら見事にはまって、いや、こりゃいいわ、はい、大当たり。この子は知ってたんじゃないかなって。知らないっす、本当に知らなかった。お前だけは、あ、来た来たと、すごすぎる。本当持ってたましたよ、本当。相当使わせていただきます。ガンガン使っちゃってください。もうレンタルさせていただきます。電撃ギルド入ったら多分使えるからね、みんな使い放題です。しかもギルドメンバーのね、参加で倍率ドンみたいな。美味しいな、美味しい。でも入んないから、入んないっすよ、僕は。1回入ってない。あのね、もう1回入ってポイント稼ぐと、脱退するとそのポイントはなくなっちゃうんで、そんなになんか、ここ行こう、あっち行こうとかは、やっぱすごい難しいんですよ。はい、もうあっさり倒しました、ゴーサイで。おお、何でしょ、やっぱ違うな。いや、まあ、何を違うの。いや、やっぱり単体威力、自分のキャラクターが、基本的には状態異常させて、はい、敵に何もさせないのと、うん、チェーンを稼ぐっていう役割なんですけど、うん、アタッカーが前のパーティー全然いなくて、でアタッカーが言うと、アタッカーです、やばた、もう強い、それだけで倒せる。チームプレイやばいじゃないですか、ね、なんでギルド違うんだろうって、なんでギルド違うんだろう、分からない、ね、分からない、はい、ということで、さあ今ので倍率、うん、まあ、いろんなね、倍率が乗ってポイントを稼ぎましたと、はい、こういう感じですね、ポイント稼ぎ、まず基本、まあ基本かな、はい、あれ、私質問なんですけど、うん、あの BPM 毎回マックスにして戦わなきゃいけないんですか。マックスポイントを毎回マックスかっていうところ、ね、そう、さっきもアップしてたじゃないですか、うん、なるほど。じゃあそこの話になると、これを話さなきゃいけない。ラッシュゲージ、ラッシュゲージ、何、いきますか。ラッシュゲージ、ここ、これはね、妖精とバトルパワーの間にあるやつ、扱っちゃったポーション、まあ、いいそう、はい、これがギルメンが参加するごとに10パーずつ増えてるんですよ。ああ、そうなの。で、100パーまで行くと、はい、ラッシュ発動しますかっていうのを任意に選択できて、はい、それで入ってやると、さらにラッシュボーナスみたいなので、はい、1.0 かな、1.0 かな、確かに。まあ、そう、倍率は乗るんですよね。乗るんですよ。で、よりポイントが稼げる。で、ただ、時間が10分で決められる。はい、そうですよね。そう、だから、その10分間の間に BP ポーションを使いまくって、ガブ飲み、もう10分間回し続けるっていうのがポイント稼ぎとしていいかもしれない。で、ここで重要なのが、やっぱギルド内の連携で、はい、さっきみたいに大学あとちょっとで倒せるっていう時に、うんうん、ここで BP5 を使っちゃって倒すと、ちょっとしかダメージ与えないで5を使って倒しても全然ポイント入んないんだよ、ね、うん、あ、そうなんですね。そこでギルメンに殴ってお願い、まあ、ほんのちょっとで倒せんで殴ってお願いで倒して、うん、新しいのが生まれて、そこでまたあの BP ポーション5個マックスで使って、そうなんだ、5個じゃないね、あの1個使って、うん、で殴るとまたポイントががっつり入って、あー、うん、そういう使い方なんだ。そこの連携が重要なんで、ぜひぜひ皆さん掲示板活用してくだ
よかった、聞いといて。なんで BB は基本はマックスで殴ってもいいんだけど、まあ簡単に倒せるような状態だったり、あとは弱っている時はマックスで使わない方がいいです。回復10分間待って、そう、待ちましょう。待ってそこから殴った方がいいです。スタミナ消費がないんで今回のイベントは、うん、なのでそのスタミナで別のダンジョン回ったりとかすればいいかなって感じですね。ありがとうございます。まあむやみにね、ズカズカしないのがちょっと重要な、使うところを見分けるんですね、うん、で、そのスタミナを使うところ、そう、んスタミナ使うところは、これね、これお願いします。大事なんですよね、これが。スタミナ今回全く使わないんで、アサルトバトル、はいはい、どこで使うんだという時に、うんうん、アサルト対策ダンジョン、あ、ですよね。ボスが BP ポーション落とすんですよ、たまに。あ、落としてくれてる。もう何個かゲットしてます。僕今ここに書いてるんですけど、うん、説明文にも本当に落としてくれるんですよね、結構。そうなんです。で、あとその前回の動画で説明あったんですけど、フェアリーストーンのかけらで妖精をたくさんゲットすると、うん、後日にアイテムが交換できるってことですので、なんでここはもう周回しちゃって全然損はないですっていう感じになってます。で、尊重経験値もそこそこもらえる。そう、あ、そう、2000アップしました。私も2500もらえたのかな、確か1回。助かってます。だから結構美味しいといえば美味しい、はい。まあ、効率っていう意味だと前回上げた動画の効率のアスペリは劣るんですけど、うんうん、ああそうだね、うん、まあ全然大丈夫ですよ、これでも、うん、回した方がいい。スタミナ余った時とか、うん、例えば BP の回復をちょっと待ってるかなっていう時は、うん、アサルト対策ダンジョン行って、うん、効率のいいちょいっと回してっていう、そうそう、まあそうやってるともうね、休みも全くなくなっちゃう、ね、ずっとできちゃう、うん、あ、もう出た。で、あともう一個説明したいことが、うん、大妖精じゃないですか、ゴロさん。ポイントは大妖精。あ、そうそうそう、それはしてどうやってゲットするの。これは、うん、まあ一個の入手方法は、確定手に入る方法が一個あるんだ。それはガチャです。ガチャ。あ、ガチャなんだ。10年限定ガチャが今出てるんで、はい、これを10年1回やると絶対もらえる。絶対もらえます。あ、僕回せますよ、今。嘘、やってやって。いきますね。欲しい、欲しい装備ある。欲しい装備は何が欲しい。俺欲しい装備ばかじゃない。ないですね。いや、まあまあいいです、回しましょう、うん、いいんですか。限定ガチャだけで、他の充電やっても手に入んない。あ、そうなんですね。今のガチャだけですね。よかった、聞いといて。やってみましょうか。これ星5確定ですか、1個。これ1個確定だったんですか。あ、そうですか。じゃあ見てみましょうか。違ったのみたいな。めっちゃ覚えますよ。一言。あ、激レア。あ、最先いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。はい、レア。レア。珍しいよ。激レア。お、いいよ、いいよ。激レア、お、激レア多くない？激レアは嬉しいよね。激レアもこんなにいらねえぞ。限定突破素材に使える。確かに使えるけど、はい、え、レアに戻る？また、いや、戻る、うん、今回の順番、順不動、そう、変わっちゃったんですよね、レア。さあ、蝶が、あ、蝶来ました。いやこれ、今回の当たりですよね。待って、かっこいい。今回の、水属性アップ。そうですね、これですね、水属性攻撃力 8% アップ、プラス魔法防御力 1% アップ。そう、俺も 手に入ったんだけど、うん、預かり所に、そうなんですね。レベル50まで上げて扱い所に置いて、うん、ブーストしてます。お、実際つけてるのはハーデスの方。あ、じゃあそっちの方が、うん、そっちの方がね、うん、汎用性がある、うんうんうん、水単体での使いどころが難しい、ね、難しい、ほんとピンポイントになる。はい、で今一番下におまけって書いてる妖精、大妖精ルチアのハート、ね、手に入る。はい、さあこれで倍率がさらに上がったんですよね。そう、見てみましょうか。はい、今4体になりました、これで。すごい、 0.8 倍効果が。で、気になるのは、え、他の3体どこで手に入ったんだって話でしょ。そうそう、ガチャじゃなくても手に入るんですよ。どうやって。 それは、今お見せできない。なんで。そう、まあ、出ないよね、出ないね。この青鬼とかを倒していると、うん、たまにレアモンスターが出るんですよ。そう、たまに、たまに。え、色が違うやつとか。そう、赤鬼もレアなんですよ。はあ、青鬼、赤鬼っていうのがいて、はあ、まあ、こいつら以外にもいるの、鬼じゃないのが出てくる。嘘。なおかつウッキーでも余裕で倒せる。え、マジですか。弱いし、美味しい。え、でも時々しか出ないの。そうそう、そう。なので、まあ遭遇したら間違いなく倒した方がいい。時間で逃げちゃうんで。そうなんだ。もうじゃあ常にマップを広げておいた方がいいって感じですか。まあ倒した後に確認するぐらい。そうかそうか。で、たまにつけ、ゲーム起動した時に見に行って、うん、あ、出てるんだったらすぐ倒しに行って。そうなんですね。こんな感じ。そんなレアな。で、まあ絶対出るわけじゃないんだよね。まあ俺は3回倒して2回出た。そんなレベルなんだ。そうなんですよね。多分 50% ぐらいじゃないかな、確率は。あ、そうなんだ。難しい。でもそいつを倒すと、その BP ポーションだったり、うんうん、スタミナポーションも出る。もう出る出る。
めっちゃお得じゃない。お得。出たら倒すべき、本当に。わかりました。で、あれこれはね、救援とか受けれないんだけど、まあ全然余裕で倒せますよ。はい、わかりました。なんで、まあ、そうだね、俺のやり方を1個説明すると、はい、あの、BP が10分で1回復するんですよ。はいはいはい。なんで、序盤は、1溜まったら倒す、うんうん、で1溜まったら倒すを繰り返して、うん、なるべく早めに大妖精を手に入れるっていうのが、ただ運ぶ天分になっちゃうんで、いつ出るか分かんない。そっかそっか、うん、いやすごい、相当出ないですから、相当大変なんですね、これを手に入れるにはね。大変、頑張ります。はい、まあでも大妖精いなくても、うん、回数こなせばその分、うん、いっぱいあのポイント手に入るの で、 オッケーです。出たらラッキーぐらいで、出たらラッキーだね、はい、もうそれを意識してプレイするのは多分俺ぐらいでいいかと。そこまで張り付いてないのか。必須なのはとりあえず覚えてほしいのはギルメンを使う。わかりました。で、妖精は絶対、10体集める。先にね、うん、それぐらいですかね。まあ、あとはラッシュゲージが、ラッシュゲージはまあ溜まったらすぐ発動しちゃった方がいいですね、うん、はい。で、なるべく BP ポーションを使ってサクサクどんどんその10分間の間に倒して回すと、うんうん、で、あとちょっとで倒せるときはギルメンにお願いと。そうですね、ゲージ前使って助けてくださいって言ってね、発動中なんで空気読んでくれ。はい、倒してくれっていう。はい、はい、わかりました。いや、今回変わりましたよ、アルトバットで。すごい楽しい、結構変わったよね。はい、え、結構今回はやりごたえあって楽しくなってるんで、うん、本当に皆さんもぜひともやってみてくださいね。ね、うちもガチャやろう。ガチャ10連して大妖精で、ね、これゲットできるんだったら絶対やりますわ。そうだね、ウッキーってでもファイターだから。そう、ファイターなの。あんま回さなくてもいいじゃない。あ、そうなの。今回はそうだね、あの、プリーストとウィザードがメインなんですね。そう、メインの武器が当たるので、うん、まあこれ回すのは実際俺だね。そう、どこから回してそっかそっかっていう感じかな。もうどうしても欲しい場合はってことですよね。うそうですね。まあ、あの大妖精の方もあの実際あのイベント終わった後はアイテムと交換できるので、うん、まあ何と交換できるかがすごい気になる。分かんないんですよ。あ、そうなんですね、分かんないんだ。ひょっとしたらね、なんかすごいめっちゃいいアイテムだった、やっときゃよかったになるし。確かに。そう、そこを後悔するぐらいだったらやるべき。プテオマラソンやった方がいいかも。わかりました。うわ、やろうかな。なんか期待しちゃうよね。何かアイテムと交換できるって書いてあったんで。確かに。大妖精と交換できるのなんか熱いっすね。熱いよ。でガンマさん頼みますよ。期待してめっちゃ回しますよ。もう10体集めますからね。1体につきファースト250個でも大丈夫ですよ。すごい、すごい。それそれそれも返ってくる。それ丸々返ってきちゃう。10円分が。お願いします。まあまあそんなことは、まあ、まずないんですけど、はい、何かアイテムと交換できるということ。楽しみですね。いや、やっとこ、うん、なんかプテオは とにかくもう必ず倒すと。はい。で、まあ今言ったね、ダイヤ君が言った通りの稼ぎで、効率よくポイントをどんどん稼いで、うん、より良い報酬を手に入れるという感じで、はい、皆さんもぜひ頑張ってみてください。頑張りましょう。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。みんなと気軽につながれるスマホ向けオンライン RPG セブンスリバースは、絶賛好評配信中。配信中です。で、7000年目の滅びに立ち向かう壮大なストーリーほか、村の発展や装備作りなど魅力的な要素が詰まっております。はい、詰まってる。非同期型のマルチプレイなので時間を気にせずに、気軽に遊べるのもポイントでございます。面白い。私もダウンロードします。ゲームに行き詰まったりわからないことがあったりしたら、公式サイトや電撃オンラインの特設ページを、ご覧いただければわかると思います。チェックしてください。ぜひお願いします。それでは、セブンスリバースの、世界で皆さんお待ちしておりますので、ぜひ来てください。待ってるよ。はい。